はい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 。まる様様やね、ほんまに。すごいよ。4安打やで。本当になんか今日というか、まあ今日というかずっとそうやけど、打撃スタイルをね、本当に変更して、ホームランは少なくなったとか言ってるけども、やっぱりね、出塁率とか打率ってめちゃくちゃ大事だと思うし、今一番打ってるから、本当に、役割に徹してるというか、本当に丸選手って素晴らしい選手だなっていうふうに改めてね、今日感じさせてくれました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、カープのですね、試合解説、徹底解説の方をやっていこうかなというふうに思います。まあ僕がこれだけテンションが高いというところはですね、なんとね、まあ巨人が勝ったというところなんですけども、勝ち方ね、めちゃくちゃ気持ちいい。本当に気持ちいい。うん。まあサヨナラホームランね、丸さんが今日打ったんだけど、まあそれもね、もちろん嬉しいんだけども、やはりね、10回の表にね、しっかり守り切って、直樹さんのファインプレーで守り切ってからのあのホームランというところは、やはりね、本当に、なんか、いい流れだったなと思うし、なんか、こっからまた上がってきそうな感じは、すごくしました。はい、まあ、序盤なんかはね、ちょっと終盤とか、点の取られ方って、ちょっと、なんかもったいないなとか、どうなのっていうところはあったんですけども、やはり勝ってたっていうところね、うん。ましてや、周囲のね、カープに対して、こういう野球ができたっていうのは非常に大きかったんじゃないかな。っていうふうに僕は思います。じゃあちょっとね、得点シーンをさらっと振り返っていきまして、で、その後に、今日のスターティングメンバ ー, あー、僕が印象に残った選手とか、成績なんかをちょっと振り返っていきまして、で、それで僕が気になったところを振り返っていく。この3本柱で今日やらさせてください。じゃあね、まず僕の一言なんですけども、やはり、丸様様、うん、やっぱりあの10回、表の、あの、守備があったからこそ、あの、満塁ホームランじゃなくて、サヨナラホームランが、生きたっていうところですね。はい。そういったところをね、今日ちょっとね、詳しく見ていきます。はい。まず、得点シーンなんですけども、まあ、まず5回にね、先制点取られるんですよね。堂林選手のホームラン。まあ、ちょっと後で詳しく見ていきますけども、甘く入ったストレート、まあ、ちょっとシュート回転ね、戸郷投手のちょっと、まあ、ダメなところというか、ちょっとたまにあるボールなんですけども、それをしっかり運ばれたっていうところで、堂林やるな、というふうな感じですね。で、なんですけども、今日のジャイアンツ良かったのが、点取られた後すぐに取り返した。ここが良かったですね。この5回裏です。はい、よく、吉川選手のね、これ三塁で後で詳しく見ていきますけども、三塁だと、ヘルナンデスのね、この、ショートへの内野安打、これも非常に大きかったね。ここ、1点だけで終わってたら、ちょっとどうなのっていうところだったんですけども、ここでね、しっかり、打てたっていうところは非常に素晴らしかったなっていうふうに思います。よく走りました。はい。で、それですね、この点の取られ方ってとこなんですけど、まあ、9回もでね、ちょっとね、ネット荒れてましたね。ネット荒れてましたよね。なんか、騎士団っていうのが、なんか、日本のトレンドに入ってたんで、なんやと思って見たんですけど、あれね、はっきり言うけど、あれ、騎士団取れないよ。うん。あれを取れって言ってんのは、ちょっとネットの人頭おかしいよ。うん。構え見てた。インハイに構え、ちょっと腰浮かしてインハイに構えてて、低めのワンバン来た。そら取れへんよ、あんな速い球ね。うん。それでまた高めに抜けて、それをミット弾いて落としてるとかだったら、おい、騎士団ってなるんですけど、高めちょっと構えれて低めドーン来られて、そら取れへんって、そらバルドナードのね、力んだ、球が悪かったと思うし、まあこれ小山はまた岸田を擁護してるとかまた言われるかもしれないんだけど、あれはね、キャッチやったことある人だったらわかるよ。ちょっと中腰で構えてて150キロ以上のボール低めのワンバン来たら、そらきついって。ああ、そらちょっとね、濃くかなっていうふうに思います。で、なんですけども、そこで同点になってちゃってね、ちょっと嫌な雰囲気出てたじゃないですか。なんだけども、10回表の直樹さんのファインプレイ、あれ素晴らしかったね。ピッチャーの股の方を抜けてて、もうなんで取れんねんって話なんだけど、はい、そういったところと、最後のね、丸さん4安打目のこの満塁ホームラン、満塁ホームランじゃない、サヨナラホームランっていうところで、なんか言い間違えたねっていうところで、素晴らしいよね。本当にちょっと自分で決めに行った感じのね、ところはあったんでね、やはり、さすが一流選手だなというふうに思いました。
じゃあちょっとね、今日のスタメンとか、ちょっと成績とかを軽く見ていきたいなと思うんですけど、まず今日スタメンね、一緒なんかな？この間と一緒。昨日と一緒なんかな？うん。まあ、ジャイアンツは丸選手、吉川選手、ヘルナンデス選手、岡本選手、大城選手、岸田選手、立岡選手、門脇選手、東郷選手というところで、まあ、このね、5番の大城選手ってところ最近、やってると思いますし、僕はね、全然いいと思います。はい。で、ファーストで入ってて、守備力もあれなんだけどっていうところは あるんだけど、後半に今日も変えたりとかしてたしね。そういったところで補いながらっていうところだと思いますと。はい。で、やっぱり、丸選手ね、ヘルナンデス選手が調子がいいっていうところで、まあ、2番の吉川選手がどれだけ、役割を果たせるか。うん、この間2塁打、2本かな、打ってましたし、非常に、いい状態であるんじゃないかなっていうふうに思います。戸郷投手なんで、明日、相手も戸郷投手だったんで、なかなか点は、入らないだろうっていうところはね、あったんですけども、そこをね、どう試合でやっていくかっていうところだと思います。で、広島の場合は、まあ、木山、野間、上本、小園、坂倉、堂林、田中、菊池、とこだというところで、まあ、やはりね、僕の印象的に野間選手非常に打たれてるイメージがあるんですよ。あと、小園選手ね。うん、で、コメント欄とかにもよくあるんだけど、まあその横浜じゃなくて広島は結構その一番タイプというか、一番打者タイプ、うん、パワーヒッターがいっぱいいるというよりかは結構こう、ミートが上手くて繋いでいくみたいな選手が多くて、今1位にいるんで、みたいなことはコメントでちょっと見てたんで、そういったところで今日もね、非常にね、まあ、秋山選手もそうだし、ノア選手もそうだけども、やっぱり当てていくのが非常に上手いなっていうところ、まあ、長打でめちゃくちゃいかれるなっていう感じの打線ではないんだけども、まあ、今日も、堂林選手ホームラン打たれてるけどもね、そんな、めちゃくちゃホームランがめっちゃパン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 出るっていう感じではないんで、できるだけランナーを溜めないというかね、うん、フォアボールとか出して、無駄な、進塁させて、ヒットで返されるみたいなのが一番嫌なパターンなんで、そこをね、戸郷投手には注意してほしいなと思って、試合に僕も挑みました。でですね、こんな感じですね。はい、じゃあね、僕が気になったところね、ちょっとね、今日見ていきたいなというふうに思います。この間の、コメント見てると、ホワイトボードはやっぱ使ってほしいっていうところがあったんで、じゃあちょっとね、これ書いてきたんですよ。ちっちゃいとこにね。だから言ってるでしょ。アメリカ行くから、ホワイトボード大きいのね、使えなくなるから、ちょっとね、こういったことも試してるってことなんですよね。分かってください、皆さんね。はい。じゃあちょっと行きますよ。はい。一発目。一回表ね、僕気になりました。はい。なぜかっていうと、先頭打者の秋山選手に対して、いきなりデッドボール当てちゃったんですよね。ちょっとね、スライダーが引っかかって、まあ、当てちゃったってところなんですけど、やはり、先頭バッターにデッドボールね、当てちゃうって、ピッチャーからしたら、出鼻くじかれたような形なんで、その球種とかって投げにくくなると思うんですよね。やっぱ引っかかって、やっちゃってるから、デッドボール当てちゃってるからね。だけども、今日の戸郷投手見てて、めちゃくちゃ配球変えてたの気づきました。めちゃくちゃ変えてたの気づきました。気づかなかった。うん。じゃあ言うけども、もともと戸郷投手って、まっすぐとフォークで、もうおよそ大体 75% ぐらい投げてるんですよ。うん。だけども今日、見てた方はわかると思うんだけど、スライダーめちゃくちゃ多く投げてたんですよ。それは多分、岸田選手としっかり話し合って、もうまっすぐフォーク狙われてきてるというところがあって、ちょっともうスライダーの割合増やしていこうと。特に一巡目なんかはね、ほんまにスライダー多かったんで、多分、そこをね、事前に打ち合わせて、しっかりね、話し合った上でね、そういった配球をしてたんじゃないかなというのを思うし、戸郷投手ね、まあフォークと比べたら、スライダーっていうところはあまり、その得意ではないと思うんですけども、そこをあえて投げていって、スライダー多いなっていうのを意識させて、それで二巡目以降からフォークも使い出すっていうところがあったんで、今日はね、最近岸田選手の配球が悪いとか、なんかまあいろいろ言ってるところありますけども、今日のこの試合に関しては、すごくね、綿密にというか、しっかり練って、スライダーを使っていくっていうところがあったんで、素晴らしい、配球というか、素晴らしい、投球ができてたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、次3回裏ですね。3回裏でしょ ?3 回裏ですね。ちょっとね、これね、どうなのっていう走塁がありました。というのもですね、ワンアウト2、3塁から岡本選手がショートフライ打ったんですよ。ショートフライね。ただのショートフライじゃなくて、ちょっと後ろの方にショートフライ打ったんですよ。で、
小園選手ね、まあ、ファインプレーをしたんだよ。うん、ファインプレーした。それはすごいんだけど、二塁ランナーのヘルナンデスが飛び出してゲッツーになっちゃったんだよ。で、これに対しての僕の見解なんだけど、まあ、レフトの前にね、ポトリと追ったね、追っても、レフト前ヒットなんで、おそらくですけども、あのスタート、あっこからスタートを切ったとしても、多分ホーム帰れないんですよ。うん。だから、どうしないといけないかっていうところは、あれはね、そこまで無理しなくていい走塁なんですよ。うん。例えば、この打球が、セカンドの後ろとか、そういったところに行ってるんだったら、ホーム狙える可能性あると思うんだけど、レフト前だったら、距離が近いから、ちょっと厳しいんですよね。うん。だから、まあ、別にヘルナンデス選手が悪いというか、もうめちゃくちゃ攻めるわけではないんだけど、あれ冷静に考えたら、あれ落ちても帰れないよねっていうところがあるんで、ちょっとね、まあ、小園選手のファインプレーはファインプレーなんだけど、あれを飛び出しちゃうっていうのがちょっとね、もったいなかったなっていう、どうせ帰れんやろっていうところがあったんで、そこは厳しい言い方ではあるかもしれないけど、ここはね、ヘルナンデスの、まあまあ、ミスっちゃミスかなっていうふうに僕思いました。はい。で、次、5回表ですね。これ、堂林選手に、ホームランを打たれた、打席なんですけど、ちょっとね、アニメーションを使いながら見ていきたいと思います。はい。こちらになるんですけども、まあ、その初めに、スライダーボールになって、ストレートで、ストライク取りますと。で、スライダーでストライク取りました。で、フォークボールでボールになったと。で、ここで、おそらくですけども、ストレートで最後、アウトコースでね、決め切りたかったと思うんですよね。この感じで言ったら、フォークを見せながら最後フォークで、ストレートで、差し込みたかったと思うんですけどね。そこがやっぱりね、ちょっと真ん中に入っちゃったというか、ちょっと内寄りのね、甘い球になっちゃって、そのホームラン打たれてしまうっていうところで、まあ、戸郷投手もね、結構一発が多いっていうところはありますけども、やはりね、まあ、いいピッチャーで、なかなか連打は期待できないだけにね、結構そのホームランでの失点が目立ってるっていうところはあるんじゃないかなっていうふうに思いますと。まあ少し、戸郷投手のね、開きが早かったのか、シュート回転してね、ちょっと真ん中に入ってったっていうところは、まあコントロールミスだったと思いますけども、それをしっかり2ストライクね、追い込まれながら打った大林選手もさすがだったなっていうふうに僕思いました。で、次、5回裏ですね。これ、この回ね、点を取った回ではあるんですけども、ノーアウトからね、門脇選手が、ショートへの内野安打。素晴らしいですよね。足使ってね。ちょっとファーストのエラー感はありましたけどもね。で、戸郷がバントしっかり決めてと。で、丸選手がセンターフライ。ストレートをね、打って、初球ストレート打って、タッチアップで三塁に行きますと。で、ここですよね。ツーアウト三塁。ここね、絶対返してほしいんですよ。うん。三塁で残塁ってやっぱりちょっとダメージ大きいから、返してほしいと思うんですよね。で、ここで、トコダ選手、まあ、大学時代ね、直樹さんと、切磋琢磨にね、同じリーグかなっていうところでやってた、選手で、っていうところで、打席アニメーションで振り返っていきますけども、まずストレートでボールになると。で、スライダーでストライク取ると。ここでワンワンね。うん。で、それでストレートでボールになった。ここでトコダ投手の、ちょっとね、嫌な感じ出てたと思います。はい。ここでストライクは絶対取りたかった。ここでワンボールツーストライク取れたら多分このヒットはなかったと思うんだけど、ここで3球目のストレートがボールになっちゃう。ここが大きかったですよね。で、もう一度ストレート行くんだけども、これもボールになっちゃうと。お、どうすることかと。スリーボールワンストライクになりますと。でもさすがにまっすぐで取りに行くのは、危ないと。3球続けていくのは危ないっていうところで、カットボール行ったんだけども、バッターからしたら、やはりスリーボールワンストライクで空振りしても OK やし、まあ、ここの場面でインサイドガチガチ、来るね、コントロールもないというか、フォアボールも出してもちょっとあれなんでというところで、やはり外寄りの甘い球来るでしょっていうところの、吉川選手の待ちで、カットボールがね、来て、それを打てたっていうところで、やはり、徳田投手からすると、あのね、3球目のストレートのボールと4球目のストレートのボールがちょっと大きかったんじゃないかなっていうふうに僕思いました。吉川選手もいい狙いだったと思います。で、まあ、これアニメーションないんですけど、2アウト3塁からヘルナンデス選手、ショートへの内野安打っていうところも詰まりながらですけども、しっかりね、振り抜いて、内野安打打てたっていうのは素晴らしいなというふうに思いますし、今日ね、何気にって言ったらあれですけど、猛打賞打ってるんで、丸さんばっかり注目いくんだけど、ヘルナンデスも猛打賞打ってるんで、すごい助っ人だなっていうふうに改めて思いますと。はい、で、次6回表ね、ここね、ピンチね、しのいだよっていうところなんですけど、まあ、先頭のノーマー選手に打たれて、で、上本選手バントされて、で、ワンアウト二塁で小園選手フォアボール出すんですよね。ああ、ちょっとやばいなと。で、坂倉選手、ワンアウト一二塁で来るんですよ。で、ここの場面って、まあ、どう考えても、ゲッツー取れたら最高なんですよ。
うん、ゲッツ取れたら最高じゃないですか。で、やはり、まあ、試合の終盤、うん、中盤から終盤にかけてるところなんで、やはり一発っていうのは絶対気をつけないといけない。っていうなると、やはり、外の配球が中心になってくるんですよね。で、そこでの、アニメーション、こちらなんですけど、坂倉選手、ストレートファール打ちますと。で、ストレートがボールになりますと。で、スライダーでボール。で、スライダーでストライク。で、最後、フォークボールというところで、もう全部外の配球なんですよね。もう本当に外の出し入れだけで、しっかり打ち取れた。で、前半戦にしっかりインサイドを意識させてるから、ちょっとね、踏み込みが弱くなって、ショートゴロに打ち取れたっていうところで、素晴らしいコントロールだったと思うし、やっぱりだから、序盤にインサイドとかを、まあ、インサイドじゃなくてもいいんだけど、ある程度こう、意識させる。バッターに対して意識させるっていうのはすごく大事で、そこでね、外の配球っていうところが生きてきたんじゃないかなっていうのを思いますと。で、次、7回表。ここはですね、ちょっと先ほどホームランを打たれた堂林選手の次の打席がどういった配球だったのかというところをちょっと振り返っていきたいと思います。アニメーション、こちらです。はい、これね、結局空振り三振というところだったんですけど、ここね、先ほどストレート打たれてますと、甘くなったストレート打たれてますというところで、スライダーから入りますと。で、ボールになります。で、もう一度スライダー行ってストライク。うん。で、ここで、2球ストライダー行ってて、まっすぐ行くんですよね。ここ勇気持ってまっすぐ行けたの非常に大きかったと思います。うん、ここで、もう一度スライダーとかフォークとか行ってたら、ストレートを投げる場面がなくなっていくんですけど、この3球目、スライダー行った後に、ストレート1球投げて、ここでファールを取れたっていうところが、この打席三振取れた大きな要因です。で、もう一度ストレート来るかなって思わしといて、スライダーで行くんですよね。で、ボールになっちゃうと。で、次、フォークで決めに行きますと。ただ、それをね、見逃されてボール。うん。で、最後、先ほどね、打たれたのがまっすぐっていうのがありますと。で、もう一度フォーク来るんちゃうかと。戸郷投手ね、フォーク多いから、フォーク来るんちゃうかっていうところで、ここでスライダー行ったんですよね。で、表記は、このアニメーションの表記は、フォークって出てたんですけど、僕、指のね、かかり方見てたらスライダー投げたんですよね。ここでやっぱり、あまり自信を持ってないスライダーっていう球種で、先ほどホームランを打たれた堂林選手が、から、三振を取れたっていうところは、戸郷投手ね、これは自信にしてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、次。8回表ですね。ここはね、本当に絶対絶命というか、めちゃくちゃ嫌な空気流れたんだけども、しっかり抑えれたっていうところです。この回から、8回からね、ケラ投げてるんですよ。で、ワンアウトから秋山選手にライト前ヒット打たれると。うん。で、ワンアウト一塁というところで野間選手迎えるんですけども、牽制暴投投げちゃうんですよね。うん。で、ワンアウト二塁迎えるんですよ。で、ここで野間選手を空振り三振取れたんですけど、ここはですね、まっすぐボール。うん。で、まっすぐストライクで。で、まっすぐを空振りしたんですよ。で、最後、もう一丁まっすぐなのか、もしかしたらもう一丁、カーブ行くのかっていうところだったんですけど、ここで、スプリットを投げたんですよね。ただ、高めに浮いたんですよ。で、普通のクソボールだったんだけど、そこを野間選手がね、ちょっとこう、そんだけね、前の球とか、高めに来てるんで、ちょっとね、ゾーンを上げてたのかな、ちょっとわかんないけど、フォークがあったりとか、カーブがあったりするっていうところで、ちょっと多分ゾーンを上げてたんですよね。で、そこでフォークが抜けてきて、振ってしまったっていうところで、なかなか見ない三振ではあるんだけども、こういうこともね、野球ではあり得るってことですね。やっぱりゾーンを上げてると、低めのボールは振りにくくなるんだけども、逆に高めに抜けた、ボール球の変化球とかを振ってしまう可能性もあるっていうところで、そういったところも、まあ、配球ではないんだけども、まあ、野球の面白いところかなとも思いますと。はい。でですね、まあ、9回表ね、2アウト3塁から先ほども言いましたように、田中選手の時にワイルドピッチありました。まあ、改めて言うようですけども、まあ、その、インハイのね、田中選手のインハイのところに構えてて、低めのワンバンにストレートの、150キロぐらいのボールのワンバンはちょっときついって。取れない。それはさすがに。さすがにエラーっていうのは濃くすぎるし、明らかにワイルドピッチなんでね。まあ、それは、ちょっとね、ワールドナウン選手が多分おそらく力んだ、結果かな、というふうに僕は思いました。はい、ここの点の取り方はちょっときつかったですよね。うん。で、ここですよね、先ほども言いましたように、10回もでね、これね、2アウト1、3塁で、上本選手、これ、セカンドゴロ打ち取ったところなんですけど、まあ、これ、吉川選手の守備ね。もう、お金取れるね。もう、すごいね。日本一。これで僕、今年ゴールデングラブ賞取れなかったら、ぶち切れるけどもね。普通ね、ピッチャー投げて、もう、ここ通ってんのよ。もう、普通に、足の横ぐらい通ってるのよ。あんなん取れへんのよ、普通に。うん。どう考えても、抜けてるんよ。
うん、もう、さよならなんよ。さよならというかもう、勝ち越しなのよ。普通で言ったらね。だけど、ポジショニングもそうだし、守備範囲も異常だから、それ取れちゃうんですよね。うん。で、もう今年、僕、ジャイアンツ戦全試合見てるけど、直樹さんのプレーで何点防いでるかわからん。正直。それぐらいすごい。うん。だから、もう日本一だと思う。うん。明らかに、今の菊池選手よりも上手いと思う。うん。やっぱり菊池選手はある、もうベテランにもなってるし、守備範囲もやっぱり衰えてきてると思うけど、もう直樹さんはまだまだこれからの選手なんでね。うん。そういったところで僕はもう断言できる。うん。日本一のセカンドだなっていうふうに断言できます。で、ここですよね。最後10回裏ですね。これ丸選手のホームランなんですけど、まあ、栗林選手でね。まあ、ちょっとやっぱり、丸選手、打った丸選手も素晴らしいよ。素晴らしいで、けども、やはりカットボールがボールになって、で、カーブもボールになってっていうところで、苦し紛れのカットボールね。やっぱりおそらくまっすぐなのか、まあ、まっすぐ、ど正直にね、こうやろうっていうところで、おそらく、カットボール系、まあ、ちっちゃい曲がり系で、見逃しか空振りかファール取るだろうっていうところだと思うんです。で、そこで、まあそんな甘いボールではなかったんだけど、そこをしっかりね、多分狙ってたと思うんだよね。狙ってしっかりそのアウトコース気味のボールをですね、ライトに引っ張ってホームランできるってところで素晴らしいよね。うん、もうこれまあ栗林選手がまあツーボールにしたのがまあ打たれた原因なんだけど、敗因なんだけど、まあそこをねしっかり、打てたっていうところ、それはねやっぱ丸選手やっぱ素晴らしいなと思うし、まあ坂本選手とかがね今2軍にいる中で。楽しいなっていうふうに思いますよね。はい、そんな感じでですね、今日ジャイアンツはまあサヨナラ勝ちというところ、周囲のね、広島に対してサヨナラ勝ちというところで、素晴らしい試合だったなと思います。まあ、一時期ね、一時はちょっとね、ああ、これどうなのとか、ありま、ワイルドピッチとかね、ちょっと、ああ、この点の取られ方やばいなっていう感じはあったんだけど、やはりね、ヘルナンデスと丸選手っていうところは本当に頼りになるし、僕今日、動画出したけど、ココ選手かなっていうのももしかしたら入ってくるかもしれないっていうところがね、あるんで、まあ、本当にその選手もね、僕はヘルナンデス選手ぐらいやれると思ってるんで、まあ入ってくるかわかんないよ。まだ確定ではないんでわからないですけど、そこで、2番とかにね、まあ、直樹さん今2番入ってるけど、2番とかにあの選手が入ってくれるんだったら、マジでエグいと思うんで、そこをね、明日の試合も期待したいなと思うし、ヘルナンデスじゃなくて、ココ選手のね、うん、続投というか、続報か。続報なんかも期待したいなと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。